今日は3名の方にいらしていただきました。私も隣が二人明けた最後まで。もう皆さんがよくご存じだと思うんですけれども、簡単にご紹介しますと、1963年に裁判官になられて、それで最高裁の調査官とか、あるいは東京高裁の総括、裁判長ですね、先ほど裁判長とは呼んでもらってなかったんですけども、裁判長だったんですけど、それを長く務められました。で、2005年に退官されて法政大学の教授を務められて、2010年から弁護士をやっておりします。この前のお話伺うと、月に1回以上は札幌に、九州、北海道に出られて、恵庭事件、最新の事件ですけども、それを中心的に担っていらっしゃるようにしています。今日は裁判官の経験を踏まえて、いろいろと話を聞かせたいと思います。それから、その一番私の問いなんですけども、生田元裁判官です。どうぞよろしくお願いします。1970年に裁判官になられて、それから大阪高裁の裁判官などを、刑事方を中心に裁判官に取られて、1992年に退官されました。で、その後は弁護士を四国でやってらっしゃって、最近は関東に運営になって弁護士をやってらっしゃいます。ウィキペディアを見ますと、弁護士としては記事されがちな難事案を積極的に引き受けて、高知傷害事件、愛媛教科書裁判などの弁護を担うというふうに紹介されています。今日どうぞよろしくお願いします。それからそのお隣ですけれども、岩瀬達也さんです。どうぞよろしくお願いします。皆さん方は今から10年ぐらい前になりますかね、一番最初ミスター年金というふうに呼ばれた方でして、日本のその後を続く年金問題に最初に火をつけた人です。大変手堅い取材で、当時の年金問題を、いわゆる失われた年金ですね、それを指摘されて、その後議員連絡ができて、そして日本の年金制度、本質的には変わってないんですけども、しかしその欠陥をすぐよくついてですね、いくらでも良くなってきているという状況です。で、その岩瀬さんが、実は今後このためですけども、週刊現代に8回にわたってですね、日本の裁判官制度ってどういうものかという文を書いていらっしゃるんです。で、衝撃的な態度で、裁判官に人は裁けるのかということをお尋ねあるんですね。私も読ませていただいたんですけども、大変鋭い指摘がなされてまして、これを見ると、本当に大丈夫かなというのは、日本の刑事法が裁判所が大丈夫かなというのと、こんなことを書いちゃったらあと大変だよという感じですね。そのぐらい鋭い指摘がなされて、今日はそういう視点からいろいろ議論していこうと思いますね。で、今日のテーマは、最高裁はなぜ死刑制度を見直せないのかというテーマで90分間議論したいと思います。で、最高裁判所は皆様ご存じのとおり、昭和23年に大法廷で死刑合憲の判決を書いたんですね。で、今日の資料にも入れてらっしゃってさせていただいて、ちょっとそれを見てみたいと思うんですね。こういうふうに冒頭書いてあるんですね。で、ルールは分かるんですけども、一人の命は全地球よりも重い、大変こう有名なフレーズですね。よく裁判官はこういう言葉を選択できたというふうにびっくりするんですけども、ね、で、ここからスタートが始まる。しかし結論がどうなったかとなってくると、死刑制度は合憲であるという結論が最後に出てくるんですね。ちょっと見てみますと、死刑についてですね、常に時代と環境に応じて
変遷があり、流転があり、進化が遂げられた。死刑内閣力によって一般予防を成し、死刑の執行によって特殊な社会力の根源を出した。これをもって社会防衛を先行したものが死刑なんですね。だから死刑については合憲なんだという結論を出しています。で、それには補充意見という補充意見がついてますね。死刑を永久に全員したものは考えられない。ある刑罰が断念であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題がある。そしていずれ将来国民感情での否定されるに違いない、間違いないわけですね。でその時には死刑は憲法違反になるということまで言っているんです。これは今から70年前に宣告された最高裁の大法廷で判決なんです。ところが、ちょっと見てみますね。今私も同じような判決を何度も受けてるんですけども、この書いたんですけども、死刑を定めた刑法の規定の理由の有点、私たち弁護人は、妥当だと言いながらですね、死刑を憲法に違反しているという主張を常にしてるんですけども、その時は必ずこのですね、昭和23年の大法廷判決が、反議しているところであると。したがって、憲法違反は、もう主張は理由がないという形で、このわずか3行から4行の判決があってですね、憲法違反の主張が、ずっと現在ですね、こういう形で棄却されてきてですね、採用されないということです。で、どうしてこの70年間、このような状態になるのかということを、今日、議論していきたいと思います。で、あらかじめですね、お三方に、どうしてこういうふうに最高裁は、結構してないんですかということで質問をさせていただきました。お三方から、今度は10分ぐらい、そのお答えを聞いた上で、議論するという形になるというふうに思います。まず、北谷先生、感覚をお願いしましょう。よろしくお願いします。はい。のけから大変難しい質問を受けてしまいまして、どう答えていいか分からなくてですね、下手な人は一応書いたんですよ。正面から答えることにはならないと思いますけども、死刑問題に関する私のおよその考え方というものをちょっと答えています。一番最初に死刑の問題とぶち当たったのは大学の法学部の授業です。憲法の宮沢敏郎先生という立派な先生がこの大法廷の判例を紹介されて、死刑は合憲であるというふうな判例になっているということを教えてくれました。で、それで、そうか、死刑は合憲なのかと、当時はまだ裁判なんかやっておりませんので、そういうもんかという程度で思考停止がしてしまいます。で、その後、裁判官になってですね、私37年間裁判官やったんですけども、本当にこれは幸運だったと思うんですけども、37年間裁判官やって死刑求刑事件というのには当たらなかったです。これは本当に運がいい。私はよく冗談に、心がけのいい人間裁判官のところには死刑事件は来ないんだよって言われて、中には1年に2件も3件も死刑判決やると思いますから、これは本当に運が良かったとしか言いようがない。ただそれがですね、本当に運が良かったのか、というと、必ずしもそうではなくて、もう死刑問題について自分の思考を深めるチャンスがなかったという意味では、逆に不幸だったんじゃないかなというふうな感じをしています。ただそういう私なんですけど、一回だけですね、その死刑事件のニアミスがありました。ひょっとすると、私がその死刑問題に正面から向き合わなければならなかった可能性がある。そういう時期がありました。それは私が今ご紹介ありません、最高裁の調査官というのを昭和54年から59年までしたんです。その最中にですね、この有名な永山君の事件が待ちました。これは一審死刑を永山判決というのが無期懲役に、直したところが検事が上告をして最高裁に継続したと。その事件一件だったらおそらく私がやったことになるんでしょうけども、当時その、もう一つ石油
融カルテルという独禁法違反でまたすごい事件なんですけど、その事件が同時に上がってまして、難しい事件が2件来たんですね。それで私と同期、研究同期の稲田君という裁判調査官と2人に1件ずつ割り当てられまして、どういうわけか私は独禁法の方をやる、長山事件は稲田君がやるということになりました。まあ、そういうことがありまして、まあ、後から思うとすごいニアミスだったな。あれが私のところへ来たら、さあ私はどういう事件を出しただろうかと、それによって最高裁の判決を変えることができただろうかというようなことを思い返すんですが、まあ、当時の捜査官室裁判官、最高裁の裁判官の雰囲気では、まあ、私の力でもおそらく変えられなかっただろうというふうに思っております。それからですね、それじゃですね、どうして裁判所はそういうふうに考えを変えないのかという問題になるんですか。まあ、最高裁の判事は調査官の意見を参考にして自分の意見を決めるということになりますが、まあ、調査官はもちろん記憶と調査して文献を調査して自分の意見を決めて、そして報告書を出すんですね。まあ、それで、ところが日本の国の世論、国民世論というのはこれを当時から死刑廃止に反対と、死刑賛成が圧倒的に高いですね。こういう現状は非常にその調査官、あるいは裁判官が意見を決める場合に影響をする。まあ、8割以上が死刑賛成だということになってますと、まあ、稲田判決というのは、まあ、死刑廃止論ではないですよ。まあ、それに近い。永山君の事件で死刑廃止と死刑無期懲役なしにされればですね、おそらくその後大体の事件は無期懲役で死刑にならなくなるというような事件でしたから、まあその非常に死刑廃止に近いことになったんじゃないかと思うんです。で、それが最高裁で破棄して橋本政権の死刑になってしまったということがあります。まあ、それでもですね、永山判決はかなりの程度その死刑を抑制する契機として働いたように思います。その後それがさらに緩んだのは光市の事件ですね。安田先生やられた、この事件で一審も二審も有罪だったのが無期懲役だったのが最高裁になって、結局最終的に、死刑になってしまう。まあ、永山の事件と比べると被害者の対ですから死刑にしやすかった事件だった。それがこれが、まあ、非常にインパクトを受けたと思います。そうしますとですね、それじゃあなぜ国民は死刑に賛成するのかという問題になってくるんですけど、まあ、死刑に威嚇力があるじゃないかと、悪いことすればどんな死刑にされるんだから、重悪犯罪はしなくなるだろうというようなことが死刑を尊重する理由の一つに上がっているわけですけど、でもそれはあまり効果の意味がないと、それは抑止力があまりないということは、もう今や世界の廃止国ではもう全然異論がないことになってまして、その点はおそらく本気で威嚇力があるなんていうことを考えている人はあまりいないと思うんですね。つい最近のネバダ州予算、あれはネバダ州のあれで銃を乱射して大変な人数方が死にましたね。私けど調べたんですけど、ネバダ州は死刑存置州ですよ。アメリカの一部の州では死刑廃止してるんですけど、ネバダはまだ存置してるんですね。そういう州でもですね、ああいう凶悪犯は起こる。結局本人は死んじゃうわけですから、別に死刑があろうがなくても関係ないんですね。そういう問題があります。で、じゃあ私はどうも裁判官辞めてからですね、死刑の問題にかなり真剣に考えるようになりまして、最終的にはもちろん死刑は廃止すべきだという意見になってですね、それをその本にも書いてます。そういうことをですね、書いた本を大学の友人、昔の大学時代の友人なんかに見せるんです。読んでもらうんです。そうしますと、その人は、まあ、立派な東大の法学部を利用して立派な会社に就職して退職してた人なんですけど、そういう人でも、お前の言うことは大体賛成できるけれども、死刑の問題だけは賛成できないぞと、こういう返事が書いてある。どうしてそうなのか思うんですけど、それは抑止力というよりも、
非常に単純なその被害感情、応募感情ではなく、その第三者としてもさっきの劇にもありましたけども、そういうその被害者の立場には容易に感情移入できるんですね。でこれで死刑にしなければ被害者がかわいそうすぎじゃないかというような立場で死刑存置を求めているんじゃないかというふうに思います。知性も教養もある私の友人がそういう意見なんですから、国民、一般の国民がですね、そういう感情になるのは、まあ、間違いないんじゃないかというふうに思います。で結局この問いに対する答えになってないんですけども、まあ、将来裁判所が死刑、違憲判決までやるかというと、私は非常に悲観的です。今の状態ではとても無理じゃないかというふうに思っています。そういう答えを引き出すには、やはり国民世論が変わっていかなきゃいけない。国民世論を変えるするには、やはりこういうフォーラムというような団体がしっかり活動していただいて、一人でも多くの啓蒙活動をいただいて、そしてその一人でも多くの死刑がいかに残酷な刑罰であるかということを多くの国民に知らしめていただきたいというふうにお願いします。ありがとうございます。今のお話をもう少し短絡的にね受け止めると、この永山事件の時に、北見さんが調査官を担当されて、この判決を船田判決ですね、今出てますけど、この意識されていたら少しは流れが変わったかもしれませんね。それはそうと思うんですね。それはこの判決が意義されていれば死刑判決の方へずっと行くと傾いたと、後から変えてみると、ちょうどですね、ヨーロッパの諸国が死刑廃止に舵を切ったのがちょうどこの頃なんですよ。でその頃ですね、この船田判決が出てまして、それを最高裁が維持しているわけ。日本も今みたいな恥ずかしい思いしなくて済んだということですね。本当に残念なことをしました。本当に残念ですけれども、この船田判決、これ今出てますけど、大変重要なことが書いてありましてね、どの裁判所がその事件を判断したところでした場合に死刑しかない、そういう場合しか死刑判決はダメなんだと言ってるわけですね。で、この法律の考え方というのは全員一斉につながる考え方なんだということで、中判決、これは東京高裁だったんですけど、無期懲役に減刑したんですね。一審が死刑だったんですけども、それを破棄して無期懲役にした。それで最高裁に検察官が上告したんです。で、こういう事件について上告するのは初めてのことでして、量刑不当なんです。で、量刑不当は憲法違反ではありませんので、本当は上告できないんですけども、あえて検察が上告したわけです。で、最高裁は検察の主張、量刑違反、そしてこれは最高裁の審議できるんだという部分については破棄したんですけども、自分で判断しまして、この死刑の選択も許されるものではなかったという形で、二審の一応に関して発言をしました。こういう場合には調査官がついて、これについていろいろと調査し研究して一定の意見を提出する、それに基づいて裁判官が議論していく。で、調査官の意見が大変尊重されるんですよね。場合が多いんですけど、こういう事件になったところに、さあどうかなという問題がね、これやっぱり根本的な問題ですから、それでその難しい議論じゃなくて、非常にそのさっきの感情的な議論があるわけですから、そういうことになると裁判官自身がかなり協力に主張するかもしれません。いや、お待たせしました。井口さんに次にお伺いしたいと思います。井口さんはどういうふうにお考えになるか、どうして最高裁は死刑について見直しをしないか、お答えいただければと思います。はい、私は22年間裁判官してまして、あとその後弁護士に転換して25、6年弁護士をやっております。それで裁判官の地裁の地方裁判所の裁判官、当時死刑に1件相応しました。それから
高裁の裁判官である当時一件遭遇しました。まず地裁にの時の一件ですが、この一件はまあやってることはもうひどい事件で、殺人も 2,3 人やってますし、どう言いますかね、家に、閉じ込めてそれで警察と対応するとかいういろんな犯罪行為をいっぱいやってまして、犯罪行為からだけ見たらもうどういう極刑が相当であるとか、誰が見てもそういう極刑にあたるような犯罪をしている被告人で、当時四国の徳島という裁判所でそれを審理したんですが、有名な事件でした。それで、私はもともとあまり死刑というのは好きではありませんので、可能な限り、回避すべきであるという見解を持ってましたので、なんとかこの被告人の死刑を回避できないかと思って、生い立ちから何からもう詳しく調べて、火災の調査官に情状鑑定を出すとかいろんなことをしたわけですね。その中で出てきたのが、小学校ぐらいの時に、鳥取かどっかに被告人がいた当時なんですが、材木を積み上げた山の上で遊んでて、その材木が崩れて、もう死亡するに近いような大怪我を負ったと。その時に頭なんかも相当打ったらしいです。そういうことで、それ以降被告人の性格が変わってしまった。こういうことで被告人が粗暴な性格になって、もう非常な犯罪行為を重ねてきているという被告人だったわけです。それでそういう経緯を全部合議で検討しまして、そういう経緯があるから、この被告人を死刑にするわけにはいかんというので、無期懲役の結論を合議の合議体としては出した。ところがその検察官から控訴されて、高裁では死刑が確定して、その後死刑は執行されたということを聞いております。それからもう一件、大阪高裁の時代に死刑、一審が死刑の事件で、量刑不当ということで控訴されてきた事件がありまして、これも記録を丹念に調べますと、強盗殺人で、家の中で、お母さんと娘さん2人を殺したという事件なんですが、それも最初から強盗に入ったんじゃないし、窃盗に入った。それで夜中にタンスに近づいていたら、娘さんとか母親の手足を踏んでしまった。ほんで大騒ぎを下げて、やむなく2人を刺し殺して、タンスから盗んで、逃走して捕まったという強盗殺人事件なんですが、これも最初からそういう強盗殺人の目的で入ったんではないというふうな経緯を丹念に書きまして、それで、死刑事案ではなしに無期懲役事案であるというふうに、合議会でも説明しましたところ、後の2人も、当時私は高裁で左陪席でしたけれども、裁判長の右陪席も了解してくれて、合議会で、無期懲役の判決に直した。それでそれが確定したという時期。こういう2件の裁判官以外に死刑に遭遇しております。
まあ、北谷さんに言わせますと、今おっしゃられた通り、心がけが良くない裁判官は死刑に遭う、死刑事件に遭遇する、私の2件も遭遇しているので、相当心がけが良くない裁判官じゃないかと、こういうふうに思うわけですけれども、まあ、そういうことで裁判官をしている当時ですからですね、死刑というのを武器に考えられない。今でも裁判、ほとんど夢を見ますのは裁判関係の夢です。それで、今では弁護士の方が長くなっていて、弁護士を手抜きでやってるわけじゃないんですけれども、夢は何か不思議にも裁判官当時のそういう夢ばっかりが出てくるんですね。あの裁判官室でのやり取りとか、そういう夢が、だからもう22年間の重みというのはすごいものがあったんだなと未だに思っております。それで死刑とは離れて考えることができませんので、私の死刑に対する考え方を開示したいと思うんですが、まずですね、永山判決の要件、先ほど出てましたが、その要件だけで死刑の要件を満たしているというふうに考えるのはですね、私にとって、私から見れば法的にも知的にも社会的にも怠慢じゃないか、もうちょっと詰めて考えるべきじゃないかなと、こういうふうに思います。それで私が考える死刑の要件というのは少なくとも5つあると、現在ずっと考えてますのは5つの要件を満たさなければならない。その第一の要件というのは、捜査の段階で、まずクリアしなきゃならない要件がある。捜査についてはですね、専門的になりますが、言われているのは、捜査というのは事件が発生して初動捜査、現場に残っている足跡とか指紋とか、そういう初動、最初の捜査開始の初動捜査という段階があります。それからそれらの証拠を踏まえた上で、A さんが犯人じゃないかというので、犯人を特定して犯人を追及していくという本格捜査という第二段階があります。それから A さんを捕まえて、A さんが本当にあったのかどうかというのを取り調べという第三段階、この初動捜査、本格捜査、取り調べという3段階があるというのは、もう捜査の常識とされています。それで諸外国ではこの3段階をですね、それぞれ非常に独立したものとして、初動捜査班は初動捜査だけをこう担当する専門家、本格捜査は本格捜査を担当する専門家、取り調べは取り調べを専門とする、そういう3段階をそれぞれ、違う人たちで担っていくということで、間違いのない犯人を追及したいという、こういう制度にとっていると言われているわけです。ところが日本の場合はですね、初動捜査も本格捜査も A さんが犯人ではないかというぐらいの資料を集めるための捜査がなわけですよ。ほんで A さんが犯人、真犯人らしいというぐらいの証拠を集めてきて、 A さんを捕まえて A さんをとっちめて自白を獲得すると、お前が犯人だろうというんで、とっちめるわけなんです。そういうための初動捜査、本格捜査であって、それぞれが独立
あんまり厳密に独立してない。だから、初動捜査をやる、本格捜査をやる、取り調べもやる、それも一貫した同じ人が、追及 していくわけです。テレビの、警察の関係のテレビを見てもらえたら一番よくわかると思いますが、それぞれ初動捜査だけの人、本格捜査だけの人、取り調べだけの人とかは分かれてないと思います。そういうふうなことをするもんだから、無理な自白の取り調べ、獲得になって、それで自白は獲得した、自白はあるけれども、それが有罪となった暁でも再審で、あの自白は本当は違ったとかいうことになって、無罪となるような事件が発生する。すいません、貴重な話を話していただいてるんですけど、5つの要件とおっしゃってました。まだ1つの要件で、できたら短くてコンパクトに話していただけると思います。それで、そういう明確に確立されてない事件として捜査されて、起訴された事件の場合はもうこれは死刑にしてはいかんということなんです。それから次に公判になってきますと、自白の任意性と、本当に任意に自白したのかどうかという取り調べがなされます。ところがですね、この任意の取り自白が任意であるかどうかも実証責任は検察官にあると言われているのに、実際の裁判ではですね、それが逆転しているわけです。それで実際の裁判でどういうふうに調べるかというのを言いますとね、被告人が自白しているけれども自白は任意性がありませんと無理やりに言わされたものですというふうに言うとですね、じゃあ具体的にどういうふうに無理やり言わされたのかということで、まず被告人にその自白をさせられたいきさつを詳しく聞きます。床に正座させられたとか、椅子を反対向けてその上に、ちょっと質問申し訳ないですけど、はい、質問させていただいてよろしいでしょうか。討論の時間がありますので、はいはい、分かりました。そこで議論したいとしまして、ちょっとですね、はい、私がお伺いしたいんですけども、先ほど大変貴重な話でね、先生は左陪席の時、左陪席って3人の裁判官のうちに一番若い状態ですね。いや、3人のうちは新米になるわけですけども、その裁判官であったら、あった時にですね、2人の裁判官を説得できたとおっしゃってましたね。はい、そういうことは容易に可能なんですかね。私は可能だと思います。それはね、記録を読んでですね、メモを作ります。それで メモを右陪席裁判長に渡します。そうすると反論が来ます。それに対してまた、ここの証拠ではこういうふうに、これの証拠ではこうなってますという詳しい再反論のメモをまた右陪席裁判長に渡します。それの繰り返しをしてたらね、必ず分かってもらえると思うんです。で、今はお話だと死刑か無期かということの量刑判断でしてね、はい、量刑判断で、最初のあたりは右陪席の裁判長ももうこれは死刑しかじゃないじゃないかと言ったポイントになるわけです。で、大変難しいケースだったと思うんですけども、はい、その話がですね、今日のテーマの死刑の是非、そして死刑制度の合憲性とか違憲というような議論まで及ぶんでしょうかね。それをちょっとお聞きしたいと思います。まあちょっと横道それすぎたと思いますので、いい加減です。じゃあしときます。それから任意性の審理ですが、これもね、びっくりするようなことなんです。どういうふうにして取り調べを受けたかという、そしたらこういうふうな取り調べを受けました。その次に取り調べた警察官を呼んだら、そんな取り調べは私はしませんよと、私もプロですから任意性が大事というのを分
かってますから、そんな民主を侵害するような取り調べはしませんという証言をするのが当たり前。その中でですね、両方の被告人と取り調べ官の証言を聞いて裁判官が、この事件は人生ありこういうふうに判断するわけなんです。だけどそういう順番でやる限りは絶対にそういう結論になるわけなんです。だから最初のあたりで被告人から詳しい事情を聞くような、そう、裁判の実情が間違っているわけなんです。それを変えないと。だから被告人としては人生を争いますと言ったらそれで終わりです。それで検察官の方が当時被告人をの取り調べをするにあたって客観的証拠はこういうことが集まっていた、あとは被告人からここの部分だけを聞けばいいという、そういう立証をされて、それでこういうそこの部分の取り調べのためにこう被告人をこういうふうに取り調べたという証言を取り調べ官からさせればいい。ところが全部最初から被告人に言わせてしまうというような、こういう裁判の実情では任意性の審理は初めから得られない、裁判の実情が間違っている、こういう裁判の間違った実情の裁判がずっとされているわけです。現在も行われております。任意性の審理というのはそういうことです。それで急ぎますので次いきます。3番目の要件として永山判決の要件というのが画面にも出ましたけれども、永山判決で要件をいろいろ言ってます。動機とか非常にひどい事件であるというふうな要件を言ってますが、その要件を被告の自白を抜きにして客観的証拠から得られなければならないと、こういう永山判決の要件の検討についてはそういう要件が必要になると。それから第4番目の要件としましては、社会に諸悪がこの被告人が犯したような刑事事件を超えるような諸悪はないんだと、社会全体が悪をなくそうと努力している中で被告人自体だけが自己本位で我が国でこういう悪質な犯行をやってしまったというふうな、被告人の犯行を超えるような諸悪はないという社会でなければならない。だから原発なんかが簡単に要件が緩和された原発がさ行われている社会で死刑をするのはどうなのか、それから戦争を簡単に行われるような社会でありながら死刑を肯定するということはどうなのかというようなことから、社会の諸悪との比較がなされて、そういう諸悪がないという中でこういう悪質な犯行がされたということ、それから最後に、被告人が反省をしていないということなんですが、これは裁判の中だけではなしにですね、もっと専門的に精神医学とか心理学とか社会学の専門家が被告人は反省してませんよ、反省しようにももうおかしな障害を負って、反省ができない状況になってますよとか、いろいろそういう専門家の意見を聞いた上で死刑をする、この5つの要件を生み出したものでなければならない。そうでなければ裁判官は死刑をの言い渡しをしてはならないし、そうでない事件5つの要件を満たしてない場合は弁護士はこれは死刑にはできませんよと、無期懲役ですよと、無期懲役が限度ですよという、そういう弁論をすべきであると、そういうふうに考えております。ちょっと長くなりました。
聞きしたいんですけどね、この、まあ、今おっしゃったような要件を最高裁が全くこう関心を持ってないわけですけど、それはどうしたらいいんですか。この要件を厳密に考えますと、いや、あの、私の質問は最高裁がそういうようなことについて一切考慮してないんですよね。今まで議論も上がっているように見えないんですが、どうして上がってないというお考えなんでしょうか。まず、あの、死刑廃止に近くなるということからやらないんじゃないかなと私は思います。じゃあ次にどうもありがとうございました。岩瀬さんに話を伺いたいと思うんですけども、まあ、70年経って旧体制のことを最高裁やり続けているわけですね。その原因ってどこの辺りにあったというのを岩瀬さんのお考えで話したいと思います。すみません、岩瀬と申します。よろしくお願いします。私はですね、あの今日の先生方と違って法律の勉強を全くしたことなく問題感でございます。で、その私がそのなぜ裁判所について、取材をして原稿を書いてみようかなと思ったかということと、その取材活動を通してですね、死刑問題について考えたことについて少しお話をしたいと思います。で、そもそも私今週刊誌で原稿を書いてまして、名誉毀損裁判何度もやってるんですけれども、裁判所で行くとかなり非常に偏見とですね、先入観でジャッジされてるんじゃないかなと思うことが結構まんまありまして、で、まあ、そういうのもきっかけになって、一体裁判って本当にどんな仕組みで動いているのか、あるいは裁判官の顔がなかなか見えないのはなぜなのかということで、取材をしていました。で、これちょっと話は前後するんですけれども、この週刊現代で書いた原稿を、本になった時に各裁判官の先生に、取材した先生ですね、OB の方も含めてお送りしましたところですね、色一番にある高名な刑事裁判官の先生から電話がかかってきてですね、非常にこう鼻息荒く、私のコメントは絶対載せないでくれと、取材のプロセスでは実名コメント載せていいって言ってたんですけれども、載せないでくれと、理由はですね、あんな雑誌だと思わなかったああいうそのニュードが載ってるような雑誌だと思わなかった、こんな取材受けちゃって困っちゃってるという、まあそういう非常にリベラルな先生であっても、週刊誌っていうことに対してはちょっと若干いろいろメガネで見てる部分があるんじゃないか。で、それは、その話電話いただいて、まあ、僕の悲願事であって、やっぱり裁判所っていうのは雑誌およびフリーランスという人たちに対して非常にその低く見るというか、権威に割と流れる先生たちではないかなと、裁判官というのは。で、その与党では良心に従って、まあ、その職権を行うんだと、で憲法と法律のみに、拘束されるというふうに書いてますけれども、実際にはですね、なかなかそうではない、非常に世論というか、まあ、新聞雑誌のその書かれ方を気にしますし、影響を気にするし、あと独立というのもですね、その裁判権を行使する上ではあんまりも干渉はされないと思うんですけれども、やはりその裁判所の中で居心地よく生きていくという点においては非常に拘束されているという感じをしました。ですから今北先生の方から左陪席が裁判所と右を説得できたっていうのは、これはもうすごいことで、あんまり僕は最近はないんじゃないかなと思うんですけども、そういう裁判所の中のルールというか暗黙知があって、そこを踏み外すとですね、ひどい目に遭う。これはもう人事と昇級と認知ですごく差ですね。これはもう間違いないことだと思います。で、そういう中にあって、その裁判官の先生たちが割とその司法行政で縛られている。そうすると
地裁の段階や下級審の段階でですね、その死刑に関してその受け判決ってなかなか厳しいと思うんですね。書けば必ず、嫌がらせをされるのではないかと思います。よく言われるのはその火災予備になると家庭裁判所で大きいというのが扱いになると思います。で、一つそのこれは第11代最高裁長官を務めた矢口浩一さんが言ってますけれども、三権分立というのは立法と司法と行政ではないんだ、立法と裁判と行政なんだ、まあ、彼ははっきり言ってます。で、裁判はまあ独立だとしても、裁判所を管理する司法行政部門というのは行政の一部なんだということをまあ言っていてですね、でだからその裁判所があんまりその突出したことをやると、まあ、良くないよというふうなことが言われていて、そのルールというのが結構未だに、引き継がれてきていますし、むしろ今すごくきつくなっているっていうか、きつくなっているというか、裁判官の先生たちが、まあ、そこの中で満足しちゃって、昔のように北谷先生とか北谷先生なんかが現役でバリバリやった頃のようにですね、何するものかという判断をなかなか下さなくなったというのが、まあ、大きくてですね、まあ、そういう中で最高裁自体も予算と人事で政治に首根っこを支えているというのは、こういう国民が8割賛成していると言われている死亡犯 の死刑制度に対する判断というのはなかなか変えづらいだと思います。もし変えるとなると、その8割の世論を全部向こうに回さ、敵に回さないといけないし、法務省との間ですごく面倒な交渉をしないといけないんです。それはやっぱり、法務官の負担も増えるし、法務官の予算も増やさないといけないし、裁判所、検証自体も増やさないといけない、そういう実務的な面倒な部分があるので、僕はそのこの判断がなかなか変わりにくいではないか。ただ全く諦めてるわけではなくて、変えていく方向は、まあ、非常に道のりは長いとは思いますけれども、あるかと思います。でそれについては多分この後の議論で、話になると思います。新田隆史の方からは。分かりました。つまり法律判断よりもむしろその判断をした後に起こる政治的な問題について、やはり裁判所はいろいろ考えるんだということなんですかね。すごく萎縮してると思いますし、その合議でですね、その左前席が何か言った時に裁判長が何か一言言うと、合議で議論にならないっていう人が多いですけど、すぐ引いてしまう。でこれも本当か嘘かわからないんですけれども、行政訴訟なんかで国を任させると、あるいは原発なんかで止めたりすると、5点得点をですね、減点されるって、どこから5点抜かれるのか分からないんですけれども、そういうふうなことも言われていて、非常にこう無難な判断というふうに今の裁判所は動いているのではないかなと思います。ありがとうございました。で今最高裁の23年の判決を見てるんですけどね、死刑の威嚇力によって一般予防もなし、死刑の執行によって特殊な社会学の根元を断ち、これを見て社会を防衛せ線としたものであると、だから死刑は冒険だというふうに言ってるんですけどね、まあ今北谷先生の話も出てきたんですけども、もう威嚇力がないということはコンセンサスとして皆さんが認めているんですね。法務省も国会答弁などについては国民の皆様が威嚇力があるというふうに信じているという言い方しかしてなくて、威嚇力があるとは言ってないんですね。ですからもうこの部分はなくなっちゃっている。それから国際社会の中でも圧倒的多数、つまり 70% 以上の国と地域が死刑を廃止していると。もっと日本の中ではですね、4人の死刑囚の人が再審無罪となって、そして今回まだ袴田さんということで死刑が不権だということも
現実に私の中で書かれたようになっているんですね。まあ、こういうふうにその23年判決が言ってた前提がかなり崩れてきているというのが実情だろうと思うんですけども、ただこの補足点を見ますとね、国民感情によって定まる問題と言ってるんですね。これだけびっくりしてしまうんです。まあ、死刑は永久でないと言いながらも、一方で何で決まったかというと国民感情だと。そう、先ほどそのおっしゃってた感情はどうなってるか、あるいはマスコミはどういうふうに見てるかというものに、逆に最高裁は線を投げてるんじゃないかというふうな気もするんです。そこで北谷さん、突然のですね、質問なんですかね、ちょっとこれを教えてほしいんですが、今の日本の法制度、憲法と刑法、あるいは刑訴処分、そういう枠組みの中で死刑判決を出せるんでしょうか、法律解釈として。あるいは日本の今の憲法と、あるいは刑法の枠組みの中では死刑は違憲だという判決は書けないんですかね。書こうと思えば書けるんでしょうか。それはどうでしょう、どういうのお考えですか。下級審裁判官としてですか。はい、ありますか。最高裁ですけども、純粋に法律的な視点から書けるのか書けないのか。それは例の大阪事件でですね、後藤佐藤弁護士がその死刑の残虐性をかなり立証してね、そして、死刑は残虐である憲法違反だという強力な主張をしましたよ。でその僕主張を読んだんですけど、これ非常に説得力があって、そういう事件でこれはやはり、現状の法死刑は違憲であるという判断は私は十分可能だと思うんですね。だけども裁判の その判決を読んでみると、まあ死刑なんだから多少の苦痛はやむを得ないとか、そんな風に書いてあるんですよ。多少の苦痛というんですかね、ああいうことを。もう私がそれ見てがっかりしましたけども、だからああいうその弁護人がしっかり立証してくれて、それを受け止めた裁判官であれば私は書けるということですよ。法律的にも死刑違憲法を阻害する条文はないわけですね。実質問題として判断していくんですね。ところが現実的には70年も変わってないというところなんですが、何が原因かということを少しこれから議論していきたいと思うんですけどね。生田さんはどうですか、形状というものをご覧になったことありますか。ありません。裁判官は死刑についてどういうものかというのを認識する、勉強する機会というのはあるんでしょうか。ありません。そうすると死刑判決を宣告しながら、この人が将来どうなっていくかと、死刑の刑罰はどんなものかというものは想像しかできない。だからちょっと前から出していただけると、裁判官としてはですね、もう私の手を離れた事件の問題だと、そういう認識です。そうです。これは北谷さんどうですか。やっぱり現場ご覧になったことはない。ありませんね。そういうチャンスはなかったですね。それで、まあ、私は死刑に当時関心がなかったからさ、申し訳ないんですけども、自分からそういうチャンスを積極的に作ろうとしたこともありませんでした。これ現場を見たい、それから現実の死刑囚の人とあったりすると変わるものなんですかね、見方、考え方が。それについてはどうですか、その岩瀬さんはどういうのを考えますか。やはり変わると思いますね。僕は刑事の人インタビューしたことはないんですけれども、堀川健吾さんの本なんかを読むとですね、非常にその今まで刑事について考えたことが随分変わりました、認識がですね。極悪非道のひどい人たちだろうとこう、まあ、思ってたんですけど、やっぱ話その教科書を介して話していく彼らの、その、まあ、過去だとかその内面というのを知れば知るんですね。これ、まあ、もちろん罪は犯しちゃったんだけれども、本当にこれ死刑というのは罪なりになるのかなっていうのを、まあ、よく感じますですね。であと死刑判決を下した裁判官の先生にインタビューをし何かしたんですけれども、
彼らはですね、まあ、もう病気の問題でどうしようもなくて選択をする、なんとか回避できないかと議論を重ねるんだけれども、最後もこれしょうがないって選択をする。で、その選択したことがですね、やはりもう10年、20年経ってですね、やっぱりフラッシュバックのように思い出されて、ビシッとくるっていう。で、これ裁判員裁判になって、裁判員の方の判断をするとなると、これ死刑判断を下すっていうのは相当きついんじゃないかな。で、ちょっと話飛びますけど、僕はやっぱ死刑制度って本当に恐ろしい制度だと思うんです。でも、その法律的なことは分かりませんけれども、唯一ですね、冤罪が紛れ込む可能性がやっぱ絶対あると思うんです。で、先ほどの先生の話のように、その捜査が結構いい加減な捜査で進められていくとですね、自白だって、まあ、やってなくてもやってしまうと僕必ず言うと思います。私だってその半日取り調べられたら多分自白しちゃうんじゃないかなというぐらいの感じなので、冤罪が入るってことだけでもですね、死刑っていうのは、まあ、僕はもうそこ廃止をすべき制度なんじゃないかなと、まあ、指示は得られないかもしれませんけど思います。北谷さんにお伺いしたいんですけどね、裁判官の研修の問題と同時に、今裁判員裁判ですから、裁判の研修の問題も出てくると思うんですね。で、裁判員裁判だと確かに死刑判決は減ってきてるんですけど、依然としてやっぱり死刑判決があり、死刑判決でもこれは重すぎるということで東京高裁が連続的に破棄したケースなんですね。そうすると、その死刑とはどういうものかということ、つまり情報公開の問題もあるし、研修の問題もあるんでしょうけど、そこら辺りを実現していくっていうのは重要だと思います。全くそう思いますね。だから、その、なんていうかな、裁判員のに選ばれてしまうと、そういう大変な問題に当たるわけですよね。そういうところのものはどうせずできているのか、さっきの劇でも、ね、やっぱりサッカーが始まるから早く帰りたいとか、早く決めてくれという意見はですね、私は決して口頭無けない意見ではなくて、そういうことを言う人がいるんじゃないかというふうに想像します。まあ、そういう人たちをいかにしてこの死刑の問題へ本気になって取り組ませるか、これ簡単なことではないですよね。どうやったらできるのか明暗はありません。でも裁判官がやっぱり自由に物事を考えて、そして自分の責任で物事を判断していくことができるという環境作りもやっぱり必要だと思うんですけど、そういう環境なんてのは可能に期待できますか、どうお考えになりますか。裁判官の環境というのは、お隣の方がよく調べられて本に書かれている通りなんで、非常にまあその裁判所内部でうまく生きていこうと思ったらいい環境かもしれないですけども、自分の独自のというか良心を働かして、良心を生かしてその通りの行動をしようと思ったらなかなか難しい環境になると。それを貫いていくというのはもう並大抵のことじゃないということなんですよね。だからもう必死で仕事もして、指一本自分には触れささんというぐらいのそれを気迫で仕事に取り組む思わざるを得ない、そういうことをやってもやっぱり難しいと、こういう気がします。まあ、違憲判決を書くか書かないかという問題もあるんですけども、もう一つですね、細かく考えていくと、死刑違憲かどうかはまずさておくとしてですね、死刑の適用基準をどうするかという問題は既にあると思うんですね。これが一つの答えとして出ているのが永山事件の第一次最高裁の判決だと思うんですね。で、まあ、南部先生はこれに対して私の思いを込めたと、なんとか死刑がこれで回避することができるようになればと
この判決は、この判決の実質的同じだとおっしゃってらっしゃった。しかし僕は、いや、そうではないでしょうと。これはやっぱし、要件、歯止めにはならんではないですか。というようなことを言ってたんですけども、これについては、北谷さんはどういうお考えですかね。書いてあることは、非常に、伊藤先生のおっしゃるような意味なんですけども、結論がですね、原判決破棄ですからね。結論がやっぱり、これ、やはり逆でないと、歯止めにはならなかった。ね、ごめんなさい、原判決を維持することも十分可能だったんですね、法律的には。可能だと思いますね、ぜひそうしてほしかったと思いますね。ここまで難しくいろいろと、用意周到に結論を出さなくても、単純に検察官の上告は、憲法違反の主張ではないから、上告の理由にならないというようなことは言える素地はなかったんですか、当時。まあ、言えるんでしょうけど、最高裁としてはですね、当時の船田判決っていうのは、その当時の死刑の言い渡し基準から見ると、やはりかなり踏み込んだ判決ですから、それについて最高裁が一定の見解を示さないと、収拾がつかないだろうと、そういうふうに思ったんで、それ自体は私は間違いなかったんですね。これを両極と単なる憲法違反に当たらないと、ような情報に当たらないというだけではちょっと集中さなかった。なるほど。そうすると、野村判決を受けてもう少しはっきり踏み込んでいって、そしてこの日あれですよね、この判決の中身で上告を棄却すればよかったんですね、はい、これを書き込んだ上で、さっき私も言ったんですけど、そうあってほしかったんですよ、後から思えばね。だけども、果たして私が担当したらそういう結論に持っていけたかと言われた場合に、私は自信ありません。そこから考えてますと、70年間最高裁動かなかったというわけですけれども、しかし動くきっかけはあったんですよね。大丈夫な意見と言わなくても、永山基準を出した上で、永山さんの無期懲役が正しかったというふうに維持すれば、おそらく死刑って一気に減っていってですね、死刑判決が珍しくなってくると、そうすると死刑が実質的になくなったりほぼ同じ状態になったかもしれないと思うんですね。ところがどうでしょう、それはこの流れというのはどういうふうに変わったというお考えなんですか。先ほど光氏の話が出ましたけども、光氏の判決はやっぱり永山基準から言えば一審無期、二審無期、この結論の方が正しかったのと思いますよ。だからそういうのをですね、最高裁がさらに破棄してしまったということで、まだやっぱり、死刑が増えるきっかけを作ってしまったら、あれも本当に残念なんですね。死刑が増える、死刑が拡大するというんですけどね、少年であっても死刑にする、被害者が2人で少年、そしてそういう3つの要素があっても死刑にするということでしたね。でちょっと見てみますと、光氏の一番最後のところに線を引っ張っていますけれども、死刑の選択をするほかないものというわけではないと、一定の要件があれば死刑を選択しなさいということなんですね。ところがこの永山判決を見てみますと、死刑の選択を許されるものと手だけだ、必ず死刑を選択せよと言ってるわけじゃないんですね。死刑を選択してもまあやむを得ないかと言ってるんですね。光の場合ですと、選択する他がないと言ってるんですから、義務付け的なものになりますね。よく見ていただきますとですね、これあえて引っ張り出してたんですが、一時期同じなんですね。永山判決が1983年、それから光氏が2006年ですから、約20年間、20年後に言い渡された判決が句読点まで同じなんです。唯一違うのは、例えば必要性の要がですね、2006年だと難しいようですから、ひらがなの要ってなってます。ところが1983年ですと必要性の要は漢字が書いてある。そのぐらいの差しかないんですね。ところが最後の必要だけが違うんです。この違いって大変大きいわけですね。おそらくこれで最高裁が死刑を堅持するんだというすごい強い意思表示を出した、生半可無期懲役が出したらなくなるよと
まあ、この控え室ですと一日に殴りだったですから、もう許さんぞというぐらいの強い意志表示だったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ここでこういうふうな強い意志表示が出て、そしてその後裁判員裁判になっていくんですね。そして裁判員裁判の中では現実に死刑が少なくなってきているのは確かではあることもあるんですけど、ね、でもこの光氏の判決が非常に実質的に生き残っていて、まあ、こういうふうな考え方で物事を見ていられる、つまり無期懲役死刑に反対して無期懲役に選ぶ人はそれなりの理由がないとダメですよということを言ってるんですけどね。心当たりについてその雰囲気というんでしょうかね、裁判官の雰囲気がどういうふうに変わったのかというようなことで岩瀬さんが取材されてて、何かそういう雰囲気を感じられたことありますか？昭和23年の判決がですね、これ見るとやっぱり裁量自由を認めないということですよね。はい、あと、まあ、ここにはですね、時代と環境に応じて変遷があってですね、はい、さあの23年ですね、はい、ところがですね、その今僕はまだ、裁判所に最高裁がですね、そういう主体的な判断をする場ではなくなっているというかですね、むしろ枠の中で無難な判断をする、枠を超えて、新しいその知恵を切り開くようなですね、判断に踏み込んでいく気概というのは相当になくなってきているんじゃないかと思います。でこの時代の変化を見て変えるんではなくて、やっぱり政治情勢とか社会情勢を見て判断をしているというのが実態ではないかと思います。で、そういうのをさっきも言いましたように、最高裁自体がもう独立していない。で、裁判官の独立っていうのは実は大いなるフィクションなんですけれども、法廷での裁判官行使に関しては保障はされていると思いますけれども、その裁判官という生活をしていく上ではですね、相当制約があって、あるんではないかと。で、もう一つ、これは長沼来日事件があって、その後、平賀が所管流出問題があった後ですね、まあ、ブルーパージが一斉に始まるんですね。で、ブルーパージが始まりつつ、一方で、司法研修所で、コネルキ教育っていうのを出しています。で、これは西松武夫さんという刑事裁判官の方の本の中に出てくるんですけれども、とにかく迷ったら武装官ということを聞いておけば、で、検察の言うことを聞いておけば間違いない、この教育をずっとされてくると、なかなかこう踏み込んで、どんなことになっても私は信念に基づいて判断していこうということにならないと思います。で、まあ、どういうんですか、一方でそういうことをした人たちは確実に被害者を隠されている、これも目に見えて分かるんです。で、小級だって、4号で止められて3号上がらないとかですね、これは非常に重すぎありますから、やっぱおとなしく無難にこの情勢に逆らわないでやっていこうということが、まあ、背景にどうしてもあるんじゃないかなと思います。判断が変わらない背景です。まあ、原発訴訟なんか見てますとね、やっぱり原発差し止めを受けた方っていうのは家庭裁判所とかね、あちこちに行かされて、で、原発の差し止めを認めなかった、ひっくり返した人たちっていうのはやっぱりそれなりの地位について変わっていらっしゃった。それはもう露骨に見えてくる、外の人間が見てても分かるわけですから、内部もますます分かるわけですね。で、黒さんちょっとお尋ねしたいんですけど、まあ、先ほど5つの要件っていうのをおっしゃって、その中の1つの要件、つまり最初の一番最初の要件、つまり捜査が適正になされていたら、公正に適正になされて初めて死刑判断の第一の要件をクリアできるんだというのがありましたね。これが判決学の中に一つも出てくれば、これはまた新しいその流れとして、新しい場面を切り替えてくれたと思うんですけど、その可能性なんてどうなんですか、なんて言ったら失礼なんですか、ありえますかね。こ
この捜査の3段階というのは私が独自に勉強して察知したことであってですね、弁護士から弁論で言われたりしたということではないんですね。だから弁護士さん自身もこの捜査の3段階とかいうようなこと、捜査の実態ということについてもっともっと詳しく勉強しとかないといかんと、それが裁判所に十分反映しないために70年間もこの長山判決要件がずっとそのまま続いているんじゃないかと。だからある意味では法曹関係者の怠慢が続いていると私はそういうふうに思っております。ということは弁護士も問題だと。そういうことです。ということですかね。ちょっと話題を変えたいと思いますけど、だけど社会からの影響をこう裁判官の判断を受けるのか、裁判所も受けるのか、そしてマスコミがどのように報道しているか、マスコミの攻撃というのは裁判所裁判官に大きな影響を与えているというような話をされましたね。今さんどうですか、その二人さんは裁判官やってらっしゃって、そういうものに影響されなかったと思うんですけど、そういうものが押し下がっているという実感を与えました。そうですね、その問題については私そういうその世論を二分するとかですね、重大な世論が反対されるようなそういう裁判をあまり担当しなかったんじゃないかなと思うんですね。だからその問題についてあまり深刻に感じたことはないんです。ただまあ今ですね、弁護士になってやっていますと裁判官はやっぱり社会が注目していない事件は実にいい加減に適当に処理してしまうんだと、やっぱりこれは世論はやっぱり喚起して裁判所に外から圧力をかけなきゃダメだなというふうに今は思ってますよ。当時はそんなふうに考えなかったんですか。今日も普通のウィークデーにですね、東京地裁の前に来ますとですね、立て看がドーンとこうぶつくのになるんですね。その立て看の中で一番最初にですね、岩瀬さんの今回の記事がですね、もう100倍ぐらいの大きさだったんですね。そのぐらいでドンと書いてあるんです。裁判官あんたには地頭者負けないって書いてある。ああいうふうなやっぱ圧力が必要なんでしょうね。どうですか、さ、まあ、勝手に使われてるんでしょうけども、でもね、やっぱり張ってる人にとっては大きな力になってるんだろうかと思うんですけども、それはどうですか。私はその裁判で、まあ、勝ったこともありますけども、結構最近負け続けていて、ね、非常に悔しい思いしてるんですけども、で自分の、まあ、民事裁判をやっていてすごく感じることはですね、司法っていうのは国民を守ってくれるもんだと、あるいは最後の取り手でですね、訴えを聞いてくれる、まあそういうフレーズ結構教科書に出るんですけども、全然それとは違うんですね。強い人たちの意見は聞くけれども、弱い人たちの意見は裁判官によっては理に放っては聞いてくれる人はいますけど、大体聞いてくれないという状況の中で、やっぱりその死刑の判決はちょっと裁判所の対する信頼性というのが実はものすごく崩れつつあるんではないかなって僕は気はしてます。単に誤判が出るっていうだけではなくて、やはり情報もちゃんと出ていないし、まあ、審議をしてないっていうのは裁判経験すれば徹底実感する話だと思いますし、でもう一つこれは大阪の去年死刑じゃなかったんですけど、無期懲役で冤罪無罪になった東住吉の事件がありましたけども、あれなんかをですね、ちょっと裁判官の先生たちに聞いてみると、彼女の訴えなんか最初から聞いてないんですよね。で、何今頃こいつこんな言い訳してんだっていう感覚で一切その何ていうんですかね、主張聞かないわけです。もう最初から有罪と、だから死刑か無期かどっちかだから言わせるだけ言わせろみたいなのが裁判官室の中でのまあ秘められた会話だったと聞くとですね、
やっぱりちょっとやっぱり日本裁判はすごくおかしくなってる。そういう中で死刑制度なんかこれ持ってるってすごく危ないっていう気がいたします。同じニュースの話がありたんでね、ちょっとその申し上げたいんですけど、あの事件は、一審が無期懲役、一審が死刑でしたよね。そうですよね。そうですよね。あ、違うか。無期無期か。それでね、私一つ、あれを取り違えた、もう一つの平野剛士っていう、平野剛士殺害事件の方なんですけどね、その、これは一審が無期で二審が死刑になったんですけど、最高裁が、この証拠だけでは、犯人であるではない疑いがあるから、もう少し調べろと言って戻したんですね。で、その時に戻した、その一番のポイントは、そのマンションの階段に吸い殻があって、それが被告人、その吸い殻から被告人の DNA が出てると。だからこの人はここへ行ったに間違いない。こういう認定だったんですけど、最高裁はそれおかしいと。この吸い殻が本当に彼のものかどうかは調べなきゃいかんということで差し戻したんです。で、差し戻された一審で何やったかというと、検事はですね、その証拠物はなくなってますって言ったんですよ。なくなってます。いつなくなったんですかって言ったら、元の一審の公判の最中になかったと。で、弁護人はその証拠物を開示しろ、開示しろ、盛んに言ったんですね。で、それで検事は開示の必要ありませんと言って、いかにもあったよと思っているような顔をして突っぱねたんですね。で、それがですね、戻ってきたらですね、これをもう一遍一審で調べてみたら、ありませんでしょ。もしなければですね、最高裁で破棄無罪になるんですよ。破棄無罪、それを調べなきゃいけないから戻したんです。ところが、戻してから、一審戻されてから、高裁で無罪判決が確定するまで7年かかってるんですね。そういうことをやってるようではしょうがないですね。捜査もひどいし、裁判所もひどいし、本当にもう私も残念な思いです。余計なこと言って。いえいえ、ありがとうございます。そろそろ時間が来たんですが、いろんな問題点が指摘されたと思うんですね。まあ最高裁の裁判官の質問を含めてですね、指摘されてきたんですけども、いずれにしても現実問題としては70年間何ら変わってない。今出てますように、本当の産業で死刑問題が簡単にこう隠されているか、問題されてないんですね。こういう状況をどうやって変えていくかという、その手立てはあったという問題なんですけどね。もう時間がかかるのいっぱいなので、手立てがある、ない、あるとすれば何なのかというところを、一人ご一人3分ぐらいで、はい。結論は簡単ではないと思いますけど、ひとりさん、いかがですか。全然ないとは言いませんが、極めて細い道だろうというふうに思います。まあ、やっぱり国民がもう少し賢くなる以外に方法はありません。いや、そうか。これもすごく難しいと思うんですけれども、最高裁なり、その補正本部署を動かす力というのは、やっぱり国会での議論だと思うんですね。今、死刑廃止を推進する議員連盟の数が減って30人ぐらいしかないと聞いてますけれども、ここを増やしてですね、もう国会で、かなり激しい議論をする、でそれをまた報道してもらう。ということを、あと、市民の活動、もう3人ってね、ですね、もうこれは根拠続けるしかないんじゃないかなという気がします。どうですか。はい。私はあると思います。それはですね、今、最高裁なんかは、国民を信頼して、信用してやるというかは、強権的に、力で押さえつけるという、そういう傾向になっていると思うんですよね。世の中全体が信頼とか熱意とか、そういうものをなくしてきている。だから国民が、我々が身近なところから信頼とか熱意とか、そういうものを大切にして一歩一歩進んでいけば必ず良くなると思うんですよ。その辺をあまりにもなくしすぎていると私は思っております。だから捜査もかなり手抜きにされている。裁判も手抜きですよ。そんなんで
力だけで押さえつけようとする、そういう世の中になりすぎていっておる。今の段階でこれを止めなきゃならん。そのためにはみんなが地道に、ほんの目先のことで熱意を持って真面目に取り組んでいくと、こういう姿勢を捨てないことだろうと思います。ありがとうございます。今ね、おっしゃっていただいたのが、まあ、北谷さんも国民が賢くならなければならない、それから岩瀬さんは国会で根本的な議論をやらなければならないとおっしゃってましたね。それから福田さんのお話は、やはり誰もが一つ一つ小さなことでもしっかりと求めていって実現していくんだとおっしゃってましたんですが、どの話をお聞きしても裁判所の中から変わっているというのはなかなかないわけですね。これは北谷先生には1週間ぐらい前にもうすでにどうやったらこの状況を打開できるんですかねというお話をちょっと考えていただきたいと思ったんですが、やっぱり特効薬的なものはないですか、こういう状況なんですね。で90分議論してきたんですけども、特効薬がないということですね。しかしもう裁判所はどうして変わらないのかということは、同じように法務省に対しても問わなきゃならないんだと思いますね。検察官はどうしていつまでも死刑をどれだけ堅持しているのかということを問わなきゃならないし、国会に問わされるんですね。国会はやはり70年、70年ぐらい前に死刑廃止法案を廃案にしてから、一回も死刑廃止法案を議論したことはないんですね。同じような状況が続いている。70年前の出来事が現在も裁判所、法務省、国会すべてまだ続いているわけです。まあ、日弁連がこの前死刑廃止宣言を出しましたけれども、日弁連だけが変わった、他のところが変わってくれるのはありがたいですが、なかなか変わらない。でこういう問い方を常にしていかなきゃならないんだろうなと私は思っています。今日は90分間話をさせていただいて、いろんな問題があることはご存じいただいたと思います。そして将来の展望はなかなか開けないということもお分かりいただいたと思います。でそういう中でどこにしようとなって、どういうふうな要求を少しずつ突き出しているかということも皆さんで考えていなきゃならないなというふうに思います。今日は90分どうもありがとうございました。登壇者の皆様どうもありがとうございました。会場の皆様、どうぞ登壇者の方々にもう一度盛大な拍手を。